MS-500VMS-500V は、ウクライナのモトールシーチ社によって、開発、生産される一連の軍用と民間用のターボシャフトエンジンである。MS-500V は、離陸重量3.5から6トンのヘリコプターのために、開発された。このエンジンシリーズは、圧縮比11.2のラジアル圧縮機を特徴とする。アンサットには、 フラットホイットニーカナダ p w 2 0 7 k が装備されていたがそれを置き換えるため MS-500V が検討されていた。2009年11月にコメルさんとウクライナは2010年に MS-500V の生産を開始すると報じた。契約の条件のもとではエンジンの生産上の主要な仕事はウクライナの企業で実施されアンサットの製造工場である。 火山ヘリコプター工場では最終的な組み立てが行われるとされた。計画の中でロシアとウクライナの企業が合弁会社を作成することができるとされたが条件はまだ議論されなかった。2011年3月にはモトロシーチは火山でウクライナのエンジンを生産するためのライセンス契約に署名し火山エンジン製造センターとの移行のプロトコルに署名した。 予備計画によると、エンジンの85%がザポリージャで、15%が火山で組み立てられるはずであった。しかし2011年7月にロシアンヘリコプターズは、ウクライナとの共同生産を拒否し、MS-500V は不採用となった。元オルシーチの最高経営責任者の代表は、MS-500V エンジンの設計と認証に、 投資した資金は返還されると述べ、今日、東南アジアの顧客との協力のためのオプションを作り上げており、ウクライナの航空機にエンジンを装備する予定であると語った。2014年4月、MS-500V は国家間航空委員会からの証明を得た。元オルシーチは、アンサットに m s 5 0 0ボルトを搭載するためのすべての文章はすでに利用可能で、エンジンは テストのために火山に移送する準備が整い、6ヶ月以内に実施することができると発表した。2014年5月、ポーランドと欧州諸国との協力の一環として、組み立てられる欧州のヘリコプターに MS-500V エンジンを装備する可能性について、ポーランドのパートナーと話し合っていると、ウクライナの企業の経営者の代表が、インタファクスウクライナに対し発言。 2014年中頃からは W-3A のリエンジンの検討が開始され、2015年にも通る C 値は乾燥案について明らかとし、ウクライナの製造業者の代表者がすでにポーランドの PZL スイドニック、WSKPZL 下勝部、またはイツルとの交渉に参加していると発表した。 2016年5月 MS-500V-3 の W-3 搭載に向けたテストプログラムとプロトタイプサンプルの初期実行が6月に予定されていると発表した。2016年4月 MS-500V-01 が IAC の証明を得た MS-500VSMS-500VS と呼ばれるターボプロップ型も存在する。 ありがとうございます。